feel the fever coming over me. Cold sweat, heavy heart, hard to breathe. サッカーファンの皆さん、こんばんは。本日のマッチは浦和レッズ対アーセナル、この試合の模様をお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さん、打ってった、なんと止めた。いやー、ファインセーブでしたね。いやー、ファインセーブですよね。よく止めましたね。これミドルシュートに行きました。頭で来た。いやー、腰と左をかすめていきました。ディバラ、今のチャンスはものにすることができませんでした。あっと、これは危ない。モハメド・エルネリー、オーバメヤング、激しいボールの奪い合いです。これはつながりません。ピャニッチ狙う、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すというね、はい、そういった意思が感じられますよね。そうですね。アーセナル、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアする。シュート来た、先制、浦和先制1対0。非常に危険な位置で奪われてからの失点でした。まあ、相手の不注意と言ってしまえばそれまでなんですけどね、はい、高い位置で奪った勢いのままゴールに向かうといういい形の攻撃でしたね。そうですね。さあ、浦和この時間に先制に成功です。いや、大きいですね、このゴール。リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言いますよね。この後も流れに乗りたいですよね。これはどうやらオフサイドのようです。飛び出していたのはディバラ。いやー、ギリギリのところ狙ってますよね。ディバラ自分で行く、イブラヒモビッチのシュート、追加点、浦和怒涛の追加点。これは鮮やかなシュートが決まりましたね。そうですね、今みたいなボールの軌道は得意な形ですよね。そうですね、ここからこういう風にシュートを打ったら入るっていう、自信たっぷりのシュートだったと思うんですよね、はい、イメージ通りじゃないでしょうかね。なるほど、シュート、いやー、コーナーキックのチャンスになります。浦和としては高さありますからね、狙ってくるでしょうね。頭だ。いやー、もうギリギリクリアっていう感じですよね。シャカ、このボールはつながりません。シャカ、うまいですね。まだ持っている。突破できるか、シュートまでいけるか。シュート、いや、惜しいシーン。しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。アーセナルいい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたね。コセルニ、オンレアル、裏へ届くか、このパスが抜ける、シュート、いや、追加点、この短時間で追加点。浦和ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さん、いかがでしたか。
これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングも良かったですよね。ディバラ今日2点目のゴールです。イブラヒモビッチ来た、追加だ、いや素晴らしい、連続ゴール。浦和これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さんどうご覧になりますか。おそらく相手も警戒していたんでしょうけどもね、ここぞというタイミングですからね、それを決め切るところがまた素晴らしいですよね。イブラヒモビッチ今日2点目です。このゲームの主導権を完全に押さえた。頭で合わせに行きましたが決めることはできませんでした。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどね。イブラヒモビッチが当たる、ね、シュート左にされます。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。シャカ モドリッチここは対応します。出ましたね。イブラヒモビッチスルーパスを出す。このパスはキーパーへ。ウィルシャー裏へのスルーパス、オフサイドです。レフリーファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。積極果敢な攻めが印象に残ります。浦和着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。相手に得点を与えなかったというところも評価できますよね、はい、内容も悪くないですし本当に素晴らしいですよね。なるほど。浦和レッズ大量リードで折り返します。アーセナルのキックオフでスタート。とボールはシュート止めた。モハメド・エルネリ今日はこのゲーム勝てばまた連勝の数を伸ばします。浦和レッズそうですね、ここしばらく調子いいですからね。今日も勝って次へつなげたい思いは当然あるでしょうね。このボールはカットされます。裏のスペースへ。危険なプレーのようにも取れましたが笛はありません。ディバラキャラのパスは通りませんでした。プレスからボールがこぼれる。チャレンジはしません。後ろに流す。スルーパスを出す。Q
た。イブラヒモビッチ、いやファインセーブです。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。アーセナルなんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。浦和としては高さで勝負してくるんじゃないでしょうかね。ヘディング、もう一度ボールは右にそれていきます。いい状態でシュートを打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。浦和としては危ない、ドルーズボール。サイドのスペースを使います。裏を狙っていきます、シュート決めた。浦和大量リード。いや見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。いや綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手は分かっていたとしても、今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。イブラヒモビッチ今日3点目。さあ浦和現在圧倒的な強さを見せています。浦和は交代の枠をまだ使っていません。左サイド上がるか、モドリッチ右サイド上がっていく、上がる、ブヒタリアン起きましたよ。サイドを縦に走らせます、ベースへ出す、ちょっと伸びてしまいました。スルーパス、オフサイドです。まあオフサイドが多いですけどもね、ラインの裏を狙う姿勢はいいことだと思いますね。なるほど、一度通ってしまえば決定的なチャンスになりますからね。ロベルト・カルロスタックルを仕掛けました。ロベルト・カルロスからディバラ、ありましたよ、チャンス抜けた、イブラヒモビッチ、モハメド・エルネニルーズになる、裏へのスルーパス、イブラヒモビッチ、追加点。浦和さらにさらに点差を離していきます。ただ今の得点いかがご覧になりますか。いや、いいシュートでしたよね、はい、やっぱりああいったグラウンダーのボールはキーパーが取りにくいですからね。そうですね、イブラヒモビッチ、浦和レッズここで選手を変えるようです。ディバラ対応します、抜けてくる、さあ打ちに行くか、シュート、決まった、追加点。手を緩めません。ディバラフェイントを入れてシュート、ゴールでした。ディフェンダーを揺さぶってコースを当てる、そのように少しずつシュートを打ってきますからね。そうですね、イメージ通りのシュートだったんじゃないでしょうかね。はい、素晴らしいハットトリックです、ディバラ。いや、このチームのポテンシャルですよね。もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で選手間の意思疎通が取れシュート、いや追加点。
さらに突き放します。ネットを突き破ろうかというような力強いシュート。いや振り抜きましたね。これ本人も気持ちよかったでしょうね。これで今日4本目です。ディバラ、両チームともメンバー交代があるようです。こう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームもメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。上げる、ツーゾーン、クロスから頭で合わせましたが及びません。浦和チャンスを迎えてシーンがありました。ホセル、シャカ、ルーズボール、打つ、ボールは右にそれていきます。マイトランドナイルス、スルーパスを出す。ここで笛です。8対0、浦和見事大差で勝利を得ました。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。浦和としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。浦和レッズ、大差をつけ試合を決めました。Just let it bleed.